さようなら原発千万人アクションのパレードです。パレードの皆さんご苦労様です。ご通行中の皆さん、私たちはさようなら原発千万人アクションのパレードです。それから常盤橋公園まで銀座を通ってパレードを行います。エゼミニー政策の転換を求めて、私たちは今日日比谷公園に集まりました。さようなら原発1000万人アクションは、福島第一原発事故を受けて原発制度の検討には呼びかけ人の鎌田聡さん、そして賛同者の半田香織さん、それから福島の原子からの皆さんも一緒に歩いています。私たちはさようなら原発1000万人アクションのパレードです。エネルギー政策の転換を求めて行動をしています。さようなら原発1000万人アクションは、福島第一原発の事故を受け、脱原発社会を狙って1000万人の署名運動を、あったかい人に歩いてください。3月11日に発生した大震災、そして福島原発の事故によって、私たちは改めて原子力に頼る社会の恐怖と不安定さを思い知らされました。今こそ電気とエネルギーの浪費社会を変えていきましょう。そして自然エネルギーの創出に力を注ぎましょう。原発に頼らないエネルギー政策への設計を求めて、使用済み核燃料の最小計画を撤回させ、脱原発社会を作っていきましょう。